はようございます。そしてお疲れ様です。今回なんですけども、まああるコメントが来ましてですね、革ジャン好きになったきっかけね、のことについてですね、ことについてですよ。革ジャンがね、私はなぜ好きだったのか、好きになったきっかけですかというコメントですね、いただきましてですね、ちょっとコーヒー飲ませてくださいね。ちょっとインコちゃんね、ちょっとインコちゃんね、チュピチュピ言ったらダメよ、ね、チュピチュピ言ったらダメよ、ね、で、まあまあまあ、私が革ジャン好きになったきっかけと言いますのも、これまでね、いろいろ革ジャンのライダースジャケットですか、もうそれ以外にもいろいろとね動画出してきたんですけどもね、出してきたんですけども、そのことは言われてみればね、あ、何だったのかなってね思うわけなんですよ。と言いますのも、忘れておりました。もうなぜ好きになったのかということがですね、先ほどちょっとエンジン吹かしてきたんですけどもね、バイクのエンジンをね吹かしてきたんですけども、まあ、かかりましたよ。演奏するかなと思ったんですよ。もうバッテリー上がったらえらこっちゃですわ。バッテリーの機械欲しい。くっつけてね、バッテリーとつなげてね、業者さんのね、あれ欲しいんですよ。ではなくてですね、なぜ好きになったのかっていうことなんですけどもね、そうですね、私がね、最初革ジャンって言えるものを買ったのは中学生だったかな。で、私は買ったわけではございませんので、父親にね、商店街で売ってるようなところでですね、まあ、フェイクレザーなんですけども、あの時1キュッパかな、2万円ぐらいで買ったんですよ。タイプは G1 タイプのね、革ジャンを買っていただいたんですよ。もうそれ以来一切買ってもらえること、洋服なんでね、もう買ってもらえること自体がね、私の家計ではですね、一切そういうこと一切もう全くね買ってもらえないわけなんですよ。だから私はですね、まずね、とにかくね、漫画家の仕事をするために一生懸命頑張ったわけなんですよ。もうね、16か17ぐらいでデビューいたしましてですね、仕事してたわけなんですよ。もう休みなしでもうずーっと15時間ぐらい、毎日15時間ですよ。まあ、それを置いときまして、で、まあ使う暇ないでしょ。もう仕事ばっかりでお金なんて使う暇もないし、トイレ行く暇もない、テレビ見る暇もない、食事する暇もない、それぐらい忙しかったわけなんですけども、でやっぱりね、キャラクターに着せる洋服がね思いつかなかったので、それでリーバイさんに先に行きまして、どういったデニムのね作りをしているのかっていうことでですね、それでリベットとかね、いろんなシンチバッグとか、いろんな用語ね、別に漫画に反映したわけではないんですけども、リベットはここにあるんだということでですね、なるほど、ここにボタンあるの、なるほどって感じですね。そのために買ったんですよ。でね、ライダースジャケットを買ったのは最初伴奏なんですよ。伴奏これはまああれなんですけども、シングルの方を先に買ったんですよね。シングルレザーの方をね、その時だいたい16か17言うたらもうガリガリでしょ。だからあの時カビジャンっていう動画あったと思うんですけども、あれを買ったわけなんですよ。あれ何タイプだっけ、
とね、もういろいろありすぎて何タイプか、B2 タイプか、ちょっとエンフィールドか、もうちょっと頭もうね、ぐっちゃぐちゃなんですよ。ルイスレザーもございますし、もういろいろね、ラングリッツさんもね、ございますし、もう覚えきれないんですよ、コロンビアとかね。で今回はね、その私がなぜ好きになったのかっていうことなんですけど、まずバーンソンのシングルを買いまして、このボーンはね、ぶっちゃけもうこれで、あ、もうこれ面白いなーっていうことですね。買っただけです。はい、買っただけなんですよ。うん、でそのシングルも買って結構使ったんですよ。使った1年ワンシーズンだけね、使っただけなんでね。でそれでライダースジャケットに火がつきまして、こういったものね、次から次ボーンを買ったり、このボーンの骨じゃん買ったりとかね、そういったことしてたわけなんですよ。うん、で実際ですよ、あの単車を取ったのはまず中免から、その当時は中免からなんですよね。中免から大型免許、今だったら急、もういきなり大型行くじゃないですか。で、失敗、みんな失敗してると思うんですけども、最初バイク取って、試験場行って、まあ、筆記試験を行う、最終の試験ね、行った時ですね、まず先に四輪のね、車を取っとけばね、学科なんてね、やらなくて済んだわけなんですよね。最後、バイク、もしも、だから最初車取っちゃえばよかったんですよ。車取ってからバイク行けばよかったんですよ。バイク行ってから車行ったのはね、2回ともね、筆記試験、最後の最終試験ですか。をね、やらないでいけないわけなんです。二度手間でしょ。そんなこと若い時に知らなかったわけなんですよ。で、もう大型免許も一発で今取れるでしょ。いろいろ事故起こってますけどね。教習場でいろいろ事故起こっておりますが。で、さっきね、ちょっとバイク動かしながらね、ちょっとね、またね、スーパーカブ。ホンダのね、カブをね、買おうかなと思ってるんですよ。キックがついてるものをね。まあ、確かでも、キックついてたかな、スターターかな。で、あれでしょ、カブの特徴を言うたら、あれでしょ、1速、2速、3速で、またニュートラルに入るでしょ。あれで、学校なるでしょ。普通ならね、ニュートラルなんてもう途中で入れることできないでしょ。一回チェンジ戻さないとできないじゃないですか。ね。ロー、セカンド、トップ。ね。で、4速入れていくでしょ。入れていくんですけども、まあもう、そうですね。セカンド、サードぐらいで、そっからニュートラルに入るんですよ。カブね。まあ出前の人が、ように作られたと思うんですよ。まあ、それもまた魅力的なんですけどもね。またね、買おうかなって今ちょっと、話し合ってきてですね、どうしようかなって、買うんだったら行くぞみんなで、ということでですね、話し合ってですね、また買っちゃおうかなと思ってるわけなんですよね。本当に株は素晴らしい。本当にね、日本のバイクのもう名車で言うたらもう株ですよ。スーパーカブ。まあ私まあね、リトルカブも好きなんですけども、スーパーカブね、カブはもう本当に最高。ちょっとごめんなさいね、話は長々となりましたが、ホンダの川崎も好きですよ。一速目ものすごい速いですよね。車さっき追い抜かすんですよ。停車しててね、赤信号で待っててね、青信号になった瞬間、一速で入れた瞬間ですよ、川崎のゼファーブーンっていくんですよ。素晴らしい。ああ、もう話は長くなりますね。でね、革ジャンのライダースジャケットの件なんですけども、コメントのリクエストでね、私そんなにね、いろいろとこれまで革ジャンいろいろと持っておりますが、あのね、もうほとんどバイカーチックなものが多かったでしょ。うん。ルイスさんはアメ車に似合わない。それがあるわけなんですよ。で、近くのね、パン屋のおっちゃんいてるんですけどもね、BMW の、タイプのモデルの、バイク、単車持ってあるんですよ。その方、ルースレザーのモンザ、GT モンザ来ております。すーごい使い込んで、もうボロボロなんですよ。で、ジッパーもなんかも交換してるらしいんですよ。それぐらい、
愛着持ってその一着でね突き通してるおっちゃんいてるんですよ。ほんとに素晴らしい。うん、まあ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 、まあ、話長々くなりますね。でラーダースジャケットなんですけど、やっぱりそういったものを見ていくとね、子供の時から見ていくと、出会っていくと、話し合っていくと、感じ取るとやっぱり ライダースジャケットって憧れるわけなんですよ。うん、で私も音楽聴いておりましたので、音楽系でもまあライダースジャケットは見るんですけども、どこのジャケット着てるんだろうこの人たちって思うようなね、時代でしたので、まあその頃有名だったのはショットが一番有名だったかな、私の時代はね。で伴奏に惹かれたのもやっぱりね、もう触った瞬間ですよ。あれ何歳で買ったかな、16か17、漫画家が初めてね原稿料もらうじゃないですか。それでねちょっとね時間できたので夜遅く閉店間際ですか行ったんですよ、うん、伴奏見にね。で、あの時12万8000円だったのが9万8000円で買えたんですけども、セールでね。あれが最初のシングルの伴奏を買ったんですよ。あれが人生初めてですよ。ドキドキのワクワク試着させてもらってね、ドキドキのワクワクでね買ったわけなんですよ。あと B2、アビレックスの B2 ジャケットは、あれはねもうおー素晴らしいなーって飾ってあったんですよ。高い高いところですよ、届かない 手が届かないところにねディスプレイで飾ってるんですよ。いいなーって思ったんですよ。いや全く知らなかったんですよ。あれ B17 の爆撃機がだったかな。その絵が描かれてあったんですよ。でそれちょっと見せてください言うて、で金額も結構な金額だったんでね、でもうこれ買いますって試着せずに買っちゃったんですよね。ほんだらもうまず買う前にね、買いますと言うた瞬間に店長が本当に買うんですかって言われたんですよね。まあ、若く見えたんでしょう、やっぱりね。若く見えたんですよ、その時は。だからですね、あの店長さんびっくりしてました。本当に買うのって。まあそうでしょうね、お金持ってるように見えなかったんでしょうね。いや買えますよ言うて、もうそれだったらね、これね B2 ジャケットのね、フライトのジャケットのこの革ジャンはですね、高度1万メートルでね、ほんと暖かいので、中にインナーティーズ1枚着ただけで、その上からジャケット着ただけでね、いけますよっていう言葉をいただきましてですね、おーそうですか、素晴らしい、また衝撃を受けるわけなんですよ。そういったことを含めましてですね、革ジャンをね、どんどん好きになっていったわけなんですよね。決してね、あの憧れて買ったのはもう近所のおっちゃん、近所のおっちゃん、パン屋のおっちゃんですわ。もうそれがルイスレザーのモンザ着てたのがもう衝撃的だったのと、あとはねまあちらほら見かけるのも、まあ特にねあのファッション街の方に行きましてですね、ルイスさんもね、これルイスさんなんですよ、でも消えてるかな、オーバルバッチありますね、オーバルバッチね、ここね、ルイスさんなんですけども、ごめんなさいね、先ほどちょっとバイクのねエンジンかけたので寒くてですね、フライトジャケット着ておりましたが、でこのオーバルバッチもね、あのファッション街でつけてるパンクの方がおられましたので、それでね、その時ネットが全くない時代ですよ。まだ携帯電話もなかったかなぐらいですよ。でその時にですね、お話できましてんで、どういったね、そういったものをこういったものをどこで買ってるんですかっていうものをお聞きしまして、それでね紙に地図を書いてもらいまして、それで買いに行ったわけなんですよ。これは違うモデルなんですけど、これはホースなんですけども、これは後で買ったものなんですよ。そういった経緯がございまして、あのルイスさんも好きになった理由もまたパン屋のおっちゃんですよね。ああなるほどってそれで思ったわけなんですよ。それでルイスレザーって言うんだっていうことをね、分かりましたので、であとジッパー壊れるっていうことも、ずっと何十年も着てたら壊れるよっていうこともね、お聞きした上でね、そういった楽しみ方も本当に楽しい、もうそういった話もね
和むじゃないですか、そういった話でね。だそういったことで私はですね、あのライダースジャケットを好きになりましたね。ちょっとコーヒー飲ませてくださいね。ちょっと長時間いきますね。だからですね、私はライダースジャケット好きになった理由はたった一つ、パン屋のおっちゃんです。今でも買ったりしてるとこ、パン屋のところで、そこのパン屋さんでね、買ってるんですけどね、そこのクリームパンものすごい最高と、食パンものすごい美味しい。ぜひともね、また紹介してあげたい、紹介してあげたい気持ちもございますが、まあ、今回はね、ライダースジャケットを好きになったきっかけと言いましょうか、そういったことをね、お話しすることに至りましたので、だから、そうですね、中学校の時は父親に買ったのが G1 ジャケット、フェイクレザーですよ。で、その次に漫画家の仕事しまして、伴奏のシングル買って、ボーンも買って、で、パン屋のおっちゃんでですね、ライダースジャケットはこういうものだというものを教わりましてですね、ああバイクにまたがってね、乗るもんだと思ったわけなんですよ。でも実際ね、バイクでまたがってですよ、革ジャンで来てですね、絶対無理です、寒すぎる。だから今みたいにフライドジャケットを着てですね、じゃないとね、もうね、もう体、冬場なんて本当に乗りたくない気持ち、わかります？エンストン絶対ね、バッテリー上がるでしょ、もう放置したままだと。でね、オイル缶にね、お湯かけてたんですよ、オイル缶に。それもやっぱりなんか、北海道の方の、人が、お話ございまして、実はね、オイル缶にね、お湯かけてね、温めてるんですよ、言うたら、ダメ。オイル缶が割れちゃいますって言うんです。ああなるほどって、そういったことも勉強になるわけなんですよ。やっぱ寒いところのところはね、また違うわけなんですよ。すぐ車でももうバッテリーすぐ上がりますので、そういったお話もできるわけなんですよ。だからね、ライダースだけの話ではなくてですね、いろんなことをね、話をね、入ってきますので、そういったねことでの楽しみも、会話としてね、楽しみを持ちつつ、そして革ジャンを買ってきた、というようなね、私のね、革ジャンを好きになった理由ですか。で、ございます。話は長々となりましたが、そういうことなので、私は、あくまでも私個人的な話ですので、私はこうやってね、ライダースを好きになりましたっていうことでですね、今回はこれにて終わりたいと思っております。それでは失礼いたします。ありがとうございました。